山口壯環境大臣。ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明申し上げます。我が国は2050年までのカーボンニュートラルの実現を昨年の法改正で法律上明記するとともに、昨年4月には2030年度温室効果ガス 46% 削減の実現を目指し、 50% の高みに向けた挑戦を続けることを表明しました。これらの目標を達成し炭素中立社会へと移行するためには、3800兆円ともいわれる世界の ESG 資金を呼び込み、経済社会を抜本的に変化することが求められています。この変革に向けて脱炭素技術のさらなるイノベーションを推進するとともに、再生可能エネルギーなどの地域資源を地域と共生しながら徹底活用するグリーン社会を実現すべく、2050年カーボンニュートラルを前倒しで達成する脱炭素先行地域を2030年までに全国で100カ所以上創出することを目指しています。地方公共団体や事業者を国が強力に支援することによって、地域の脱炭素化による町おこしを促し、これが新しい時代の成長を生み出すエンジンとなります。その実現に向け、2030年までが人類の勝負の時との決意のもと、大臣、副大臣、大臣政務課の全員で率先して、各地域との対話を重ねています。本法律案はこのような背景を踏まえ、脱炭素市場に民間資金を大胆に呼び込むための出資制度を創設するとともに、地方公共団体に対する財政上の措置を充実、強化するため、これらの資金支援の法的基盤を整備し、炭素中立社会への本格的な移行を促進するものです。次に、本法律案の内容の概要を2点ご説明申し上げます。第1に、民間資金を呼び込む出資制度を創設します。現在、世界の脱炭素市場はまさに拡大しているところですが、例えば前例に乏しく、投融資の判断が難しい、認知度が低く、関係者の理解が得られにくい、等の理由から資金調達が難しい脱炭素化に資する事業への民間資金の呼び込みが必要となっています。そこで株式会社脱炭素化支援機構を設立し、脱炭素化に資する事業に対する資金供給、その他の支援を強化することにより、民間投資の一層の誘発を図ります。第2に、地域の脱炭素化に取り組む地方公共団体に、国が財政上の措置、その他の措置を講ずるよう努める旨を規定し、国の支援姿勢を明らかにします。具体的には、脱炭素先行地域づくり等に取り組む地方公共団体に対して、包括的かつ継続的な支援を行う地域脱炭素移行再エネ推進交付金の創設など、脱炭素型の地域づくりに予算を重点配分したいと考えています。以上が地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。ただいまの趣旨説明に対し質疑の通告がございます。順次発言を許します。